プロデューサーなのにおごらへんやつとか。で、そいつが言った、いやいや、違う。3回おごってるから。たった3回しかおごってないのに、全部おごってるから。もうね、ランチ3回ですから。そいつに僕は何もおごってるか。恥ずかしいのは、もらってるばっかりの人。もらってる量が、出してるより圧倒的に多い人のことです。これはよろしくないです。これは恥ずかしいです。よく考えましょう。ここに行かないようにしましょう。ここに来ると、浮上のチャンスがないです。まあ、イメージ、ケチ、になります。波動拳！皆さん、こんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本氏です。今日もよろしくお願いします。うっす。今日はですね、与える人、もらう人、もらったら返す人っていうお話をしてみたいと思います。これね、いろんな方が言われてるし、なんか聞いたことあるやろうしってことなんですけど、僕なりのね、考察をしてみたいなと思って、今日はこのテーマにしてみました。人間をこう、成功してる人、失敗してる人みたいな分け方をするの本当に正しいかどうかわからないんですけど、これをまあ、収入でね、増えた人と増えてない人みたいな言い方で、たくさん収入がある人を成功した人、そうでない人を、成功してない人みたいな言い方を今回はさせてください。で、そんな中で、こう、縦にこう、層ができますよね、と。これもう知ってると思うんですね、皆さん。何度も聞いてるか知ってると思うんですけど、一番成功してるのはどの人たちですかっていう。与える人なのか、もらってる人なのか、もらったら返す人なのか。三種類に分けて、どの人が成功してると思いますかって質問です。これは、皆さんが知ってる通り、与えてる人になるわけです。では、一番成功してない人は、どれですかって聞くとですね、悩むでしょ？悩ましいんですよ、この話は。でも、実際はですね、これも、この分かってる話があって、実際は、与える人なんですよ。つまり、与える人は、大成功するか失敗するかの二極化するってことです。ええ話なんか悪い話は分からへんでしょ？そうなんです。で、一番上が与える人で、じゃあ次は誰が来るのかっていうとですね、もらったら返す人でここに入るんですよ。で、下から2番目の層。ここにもらうばっかりの人、もらう人が入るんです。という答えなんですね。どれが先かわかりませんよ。偉くなったから与えてて、与えすぎてるから下っていう逆かもしれませんよ。だから、その、こう並べたときに、収入で並べたときに、与えてる人っていうのは、収入が多くて。で、もらってる人は、もらってばっかりの人は下から2番目に入るっていう話なんです。で、このもらってる人が下から2番目に入るって話と、与えてる人が一番下に入るって話が特に大事やなと思ってるんで、今日はこちらの話を、してみたいと思ってるんです。で、まあ、今日こんな内容なんですけど、おもろかったなと思っていただけたら、高評価ボタンを。で、他の話も見てみたいやんと思っていただけたら、チャンネル登録を。日頃の生活も覗いてみたいなと思ったら、インスタグラムとツイッターもやっておりますので、よかったらフォローしてやってくださいっていう。そんな感じになってます。ですね。なんで、二極化するのかっていう話なんですけど、この一番下の与えてるのに、豊かにならない人っていうのはですね、答え簡単なんですよ。みんなも気づいてる通り、その通りです。与えたらあかんやつに与えてるからです。つまり、一番上のやつは、与えるべき人に与えてるってことです。下の人は誰にでも与えてるってことです。これが、与えてるのか、下げられてるのかっていうのは難しいところ。半分は、誰でも与えてると思うんですよ。残り半分は、下げられてると思うんですよ。いいカモにされてるんですね。じゃあその、与えてもらってる人をもうちょっと、もらうばっかりだともうちょっといいところにでもいい気がするんですけど、いいですか。人を選んで与えてるから上にいるんですね。つまり、あなたもらうだけの人だよねっていう人に与えないですね。賢い人からはもらえないってことです。で、間の
もらったら返す人は、最初もらうばっかりの人から一回ももらえないんで、最初に。返さない。だから、もらえる相手が、最下層にいる、与えるばっかりの人から、最下層から吸い上げても、上がらないんですよね。ということがあって、もらうばっかりの人っていうのが上に上がってこない理由は、こっち説明が終わりました。で、その、一番下にいる、与える人が、与えたらええんちゃうん？違うんですよ。例えばですよ、振り込め詐欺に、振り込みました。引っかかって振り込みました。上がらないでしょ、そりゃ。そういうことです。その、人が寄ってくるからといって、いい人ばっかりじゃないんですね。悪い人もたくさんいるんです。僕のところにもですね、実は、たくさん来られます。投資しませんかとか。いろんなお話をいただきます。ほとんどが悪い話です。で、与えてもらいたい。投資していただきたい。リターンなしで出してもらいたい。自分のやりたいことのマスターベーションなんだけど、当たりもせんのにお金出してくれって言いに来ますっていうことです。で、わかりますよ。お金持ちのお金を少々使ったって罪の意識がないんですよ。だから来る。でも、なかなかお金持ってる人は財布の紐が硬いんです。僕は、昔お世話になった方に関しては、一回だけ、お出しするようにしてます。それは、心の借金をなくしたいから。おい、これ見て来るなよ。俺にもあるんちゃいますって。あります、あります。全員に対して、お世話になったなって気持ちは当然あります。お世話したなって気持ちもあるんですよ。あるんですけど、お世話になったなって気持ちもあります。岡本氏と知り合いで、あいつと知り合いで損したわと思われたがないって気持ちが根っこにあるので、なんとかね、お返ししたいって気持ちが強すぎて、この話はかなりいい話にならんですけど、まあ、なんとか返したいと思ってたから投資してくださいって投資してあげるし、貸してくださいって貸してあげるように心がけてますけども、それも一回だけです。二回はない。なんでやったら。貸し借りそれでなくなってお前黒字にしてやろうと思ってるからです。で、過去に一度も会ったことないのに、すごい昔から尊敬してたんです、つって。話来る人がいるんですよ。うさんくさくてですね。もう昔から大ファンなんです。岡村さんの大ファンですってよく言われるんですよ。岡本ね、俺。よく間違われるんですよ、岡村さん。昔からよく岡村さんって間違われるんですね。岡田とか、岡野とか。3文字と4文字の差なんでしょうね。間違われない、そっちは。で、岡本と岡村はよく間違えられて、岡村も岡本とよく間違われるって言うんですよ。で、あ、そうなんやなと思います。思いますけど、人に尊敬してますとか、お金を貸してくださいっていうときは、間違えようにしましょう。せめて。嘘が薄い。薄っぺらすぎるっていうことですね。目の前で覚えて大丈夫やろうと思ってもやっぱり間違えるみたいな。言い間違いはありますよ。言い間違いはある。言い間違いじゃなくて完全に間違えてるなっていう時があると僕は思ってて、それはさすがにね、しんどいなと思ってます。で、まあ、そんな話はまあ置いといて、その人に騙されやすい。何でも与えてしまう人っていうのはですね、やっぱり、知識量の問題とか、あと人が良すぎるとか、自分のに問題があると思った方がいいと思います。与えなあかん人に与える。例えばその、東南アジアなんかでよく物乞いの方がおられると思うんですけど、語ってるのかな、思うんですけど、あれ、組織だってやってあるって言いますからね。お母さんがぐったりした赤ちゃん横に置いてたりするけど、赤ちゃんレンタルやって言いますからね。トラックが来て、ぷわーっと朝下ろしていくって言いますから。夕方だったらみんな乗せていくって言いますから。足がなくてズボンダラッと垂らしてる人がいるとか言うんですけど、それも足を後ろに折って正座みたいにして、こう後ろ折ってね。で、包帯で巻いて、足はあるのにないふりをしてたりとか、そういうのを、なりわいとしてる団体がいてですね。そこで、こう、配置してて。で、旅行者からお金集めてる。だからそれには、ハロ高いよ、みたいな言い方をよくされます。僕は、それでも、それせなあかんねんなと思って、基本ですね、小銭ですよ。寄付するようにしてますけど、一般の方はそれをやったときに、自分の中の、収入の中の割合が大きいんで、それは騙されたことになると思うんですよ。なので、そこは、心を鬼にしてですね、そういうことをやったらあかんねんってことで、パッと断ち切った方がいいかなと思います。で、これね、飯を食いに行ってもそうなんですけど、僕にいつもおごってもらってるんでって言ってね、
おごってくれる人がいるんですよ。年下で、まあ、後輩で、まあ、その部下でとか、いろんなポジションなんだけど、横浜さんいつも悪い。本当に。つって、それは、その、この間の層に入ってる、もらったら返したい人、だと思うんですよ。その頃はやっぱりちょっと上に来ますわねって。で、いつでもおごってもらえると思ってる人、財布も持ってこない人とかいっぱいいるんですよ。で、僕のポジションで、僕の会社の部下でとか、後輩でとか言ったら、まあそれはいいと思ってるんですよ。じゃなくて、誰にでもおごってもらいたい人がいるんですね。で、俺この間もちょっと会社に違った、プロデューサーなのにおごらへんやつとか。そいつが言ったらね、俺めっちゃおごってますよ、つって。え、おごってる方っていつもおごってるよ、つって。聞いたら、その分かって、え、俺はいつもお前におごってるよね、って言うんですよ。で、聞いたら、一回しかランチ行ったことないです、一緒に、つって。それ一回言って一回怒ってますからね。で、そいつが言った。いやいや、違う。三回怒ってるから。たった三回ですから。たった三回しか怒ってないですよ。たった三回しか怒ってないのに、全部怒ってるから。ね、ランチ三回ですから。そいつに僕は何本怒ってるか。だから、こう、水は高いところから低いところに流れるんですけど、やっぱりこう、もらってってこう、ダムいっぱいね、下に落とす。若い子に、後輩に回していかんと、俺に返さんでいいから。後輩に返してあげないと、割り勘でも構わへんねんけど、割り勘の比率変えるとか、いろいろしてあげないと、生活が苦しいの分かってるし、自分の生活が豊かなのもバレてるからね、もうみんなに。で、ある程度こう、共産主義じゃないけど、こんな傾いてたらちょっとこう、傾斜を変えるぐらいの気持ちでね、その頃はおって、今の仕事がうまく成り立ってんねやと思ってんねやったら、そのぐらいのことはしてあげた方がいいと思う。上が下にね。なので、そうすると、このもらったら返す人。上からもらって下に返す人になると思ってます。で、一番下はですね、まあ、もらうこともあると思うんですよ。もらうこともあると思うんだけど、出してるのの比率が高すぎるから、そうなってると。でね、あんまりね、何でもかんでも出したらあかんんですよ。僕自身もいろいろ反省してるんですけど、何でもかんでも僕はおごるんですね。まあ、それは、あれです。僕のポジションは、今あなたたちが思ってるぐらい持ってるから、そうです。その通りだ。で、僕は若い時からこんなんですよ。で、僕はこれだからここにいたのかここにいたのか知りませんよ。若いとかどこにいたのか知りませんけど、僕はね、とりあえず全部出す。借りが嫌だから、僕は。で、上に来ないのに払ってる子っていうのはですね、どういう理屈は僕は知らないんですけど、僕じゃないからね、わからないんですけど、やっぱり言われたら出してしまうし、頼まれたら断れないし、みたいな人たちがいると思うんですね。それが、この一番下の層にいます。あなたが今ね、どこの層にいるのかっていうのを意識していただいて、まあ、絶対なったらあかんのは、誰にでも与えてる、たかられてる人ですね。被害者。なったらあかん。でも、それより恥ずかしいの。これ恥ずかしくないですからね。恥ずかしいのは、もらってるばっかりの人。もらってる量が、出してるより圧倒的に多い人のことです。これはよろしくないです。これ恥ずかしいです。よく考えましょう。ここに行かないようにしましょう。ここに来ると、浮上のチャンスがないです。まあ、イメージ、ケチになります。戻さない、返さない、自分が取るばっかり。これはね、本当に恥ずかしいですから、ちょっと俺もらってるのがやっぱ部が多い、部がいいというか、もらってるのがちょっと多いかな、みたいなことを思ってるようだったら、少し考え直した方がいいかなと思ってます。そんな感じでですね、自分が今どこの層にいるのかってことが一番大事なんです。で、どこの層を目指しているのかも大事なんです。これを、ゴールを決めずに自然体で行くんじゃなくて、俺はどこに行きたいと。今、あなたたちがやらなきゃいけないことはですね、この上から2番目の層。もらったら返す。もらったら少なくとも返す。少なくともここに行かなきゃいかんです。これをやって、返してる量が大きくなっていけば一番上の層。つまり与えたばっかりなんじゃないですよ。与えてることが多いですね。だから与えてる。もらったら返してることが多いね。だから2番目。もらってることのが多いよね。だから下、一番下です。与えてばっかりの比率が高いよね。から一番下。ってことを言ってるわけですよ。なので、目指さなきゃいけないのは、もらったら返す。もらったら返すを心がけましょう。与えるのは俺らの仕事です。できるだけ与えようと思ってますんで、返す気持ちが俺んじゃないですよ。後輩たちに返す気持ちがある子に俺は与えようと思っているので、そういう目で見ていただけたらなと思ってますということです。というわけでですね、
今日はこの人間三種類に仮に強引に分けたとして、成功する人と失敗する人、大成功している人とそうでない人って分かれるんだけど、一番下の方に行く人と一番上に行く人は与える人なんだと。この与える人がなんで理想化するのか、なんで下に来てしまうのかと。下に来ないようにするためには、与えたらあかん人には与えたらあかんのやでっていう話と、今先輩たちに与えられている人はですね、誰かにお返しする。そういう気持ちを強く持っていただければですね、もっと綺麗に循環するようになって、ポジションも上がってきます。で、いつかずっと与える側のポジションに行けるはずですという、そんなお話をさせていただきました。今日はここまでになります。バイバイ。